て宴の始まりよ、百鬼夜行を堪能せい。死ぬかと思った。でも助かった。で、呼吸にも気を張るんだ、光太郎。霊光を巡らせないと正気で肺が汚染されるよ。ムカデ、イナゴ、ジャヨウに鬼火、典型的な鼓動か、これは。いや違う、問題なのはそこじゃない。どこの誰だよ、こんなバカをやったのは。カンナギ学園は日の本機構の管轄下にあるんだぞ。センマさえのオーズに手を出したりはしないのに。まさかこれ人為的犯行なのか。そうだろ、学園の敷地内には結界が張り巡らされているね。つまりその上でこうなってるのさ。破られたかすり抜けられたか、どちらにしても緊急事態だよ。犯人は頭も腕も狂っているね。まともじゃない。ますます早く逃げないとダメじゃんか。こんなのやべえよ。俺たち学生の手に負えるような話じゃないって。なんとか先生たちに連絡取って安全な場所に隠れなきゃ。無駄だと思うよ。ご明察。狙いはここの奥なんでな。安全なんてどこにもねえよ。それでもお前ら運はあるぜ。俺は奴と違って雑魚に興味はないからな。まあ、つまり隅で無様に震えとろってことさ。
格下ども、鬱陶しくなきゃ見逃してやるつもりだが、さてどうする？正義の味方を気取ってみるか、イカルガのボンボン様よ。まさかこいつが。あれあれ、問答無用とは行儀が悪いな。効率だけしか考えねえから上流階級はつまんねえんだよ。もっとケレン乱していこうぜ、こんな風に。暁和也、押して参るってな。しても余さぬか、このたわけ。火星などと無謀なことは考えるでない。無策で突っ込むイノシシなどどこまで行こうが一発芸じゃ。後が続かぬ、我慢せよ。うるせえよ、そんなの俺だって分かってるさ。けれど俺の弱さがあいつ一人に任せていい免罪符になどなるものかよ。またこっちにも。ハヤト、クソ。ぬるい攻めだぜ、もっとギアを上げてこい。
隼人、光太郎。暁和也と言ったっけ？君、明らかにフリーじゃないね。後ろ盾を持たぬままこれほどの実力者が無名で育つはずがない。役をまとったその槍も通常ルートじゃ入手できない技物だ。捨てや信用が必ずいる。そうとなると戦魔教団かい？まったくもって愚かなことを。腕前的に幹部候補生なんだろうけど、地に落ちたなと言わせてもらうよ。下手をすれば表と裏の大戦争につながることがわからないの？ああ、まさか独断専行なのかな。だとしたら老いたが過ぎたね、和也くん。君はもうおしまいだ。結果はどうあれ、白天子殿に尻尾切りされてしまうといい。うまくいったつもりか、てめえ。安心しな、俺もこれでバカじゃない。賞賛はあるんだよ。そっちこそ先より今に注力すべきと思うがね。もっとも絶戦なんぞ仕掛けた時点で勝負は見えているがな。まずは内臓いただきだ。てめえ！来るな！この程度！
もない。ハヤトの方こそ集中しろ。マガツ払い2022年1月27日発売。